サッカー J2 モンテディオ山形は20日東京ヴェルディ戦に向け練習を行いました。1ヶ月前ですかね、怪我する前のやっぱりコンディションに比べるとやっぱ少し、劣るところはあったんですけど、まあ、その中で、まあ、らしさっていうのも少しは出せましたし、まあ、あとは、まあ、僕自身もチャンスがあったので、まあ、その中でこう試合を勝利に、持っていけるようにという準備でやってきたんで、まあ、それがこう結果に出ずすごい率直に悔しかったですし、まだまだ僕が逆に言えばこう成長できる、ところでもあると思うんで、これをまあ次に生かせるようにまた成長できたらなと思います。チームとしてこうやることがある中で、まあ、自分にしかできないプレーっていうのもあると思うんで、まあ、そこはこうどうチームの勝利にそれをつなげれるかっていうのは大事だと思いますし、まあ、次の試合もそうですけど、まあ、あと半分後半戦残ってるんで1試合1試合で出せたらなっていうのは思います。まあ、ちょっと悔しい気持ちが残る試合でしたし、まあ、その良さがあまり出せなかった試合でした。ロッカールームでの雰囲気というのはもうほとんど負けに等しいような雰囲気だったので、やっぱり全員が1ではもう満足しきれなくなっているというのが現状で、やっぱり勝ち点3が全員が欲しているものだと思うので、本当そこだけを突き詰めて練習からやっていきたいと思っています。ホームなんで勝ち点3が絶対だと思いますので、絶対勝って、ヴェルディ戦を得るようにしたいと思います。前半戦で、まあ、体験した経験だったり難しさだったり、その反面またこの連勝できた喜びだったりっていうのはしっかり生かしていける後半戦にしたいというふうに思ってます。いや本当いつもなんですけどもね、最高の空気を作り出してくれて、本当にそういうこう彼らが作り出してくれる空気感とか熱量とかっていうものは間違いなく我々の力になっているので、次もまあ同じようなものを作り出してくれるっていうのを期待したいですし、まあ気温も上がってきてるのでね、ナイターとはいえさらに暑い、夜にしてくれたら、嬉しいなと思います。